セントジョージ・ミサキ沖海戦。セントジョージ・ミサキ沖海戦は、1943年11月24日から25日にかけて行われた、太平洋戦争、大東亜戦争中の海戦。日本軍の武マへの輸送部隊、駆逐艦5隻、司令、香川スミト大佐と、アメリカ艦隊、フレッチャー級駆逐艦5隻、アーレ・バーク大佐が、武シ島製法。 ニューアイルランド島セントジョージ・ミサキ島崩壊場で、交戦し、日本側の駆逐艦3隻が沈没した。セントジョージ・ミサキ沖海戦は、アメリカ側の故障であり、この海戦の日本側名称は存在しない、もしくは部下島沖野生や部下輸送における野戦とされる。ソロモン諸島の戦い及びソロモン、ビスマルク諸島水域における最後の海戦であるが、最後の水上戦闘ではない。 このことも含め、ラバウルを起点とする、ネズミ輸送など、駆逐艦による行動の終末などについても簡単に述べる。1943年、昭和18年11月1日、アメリカ軍は、ブーゲンビル島、太郎沖並崎へ上陸する。これに対し日本軍は、航空攻撃、ロゴ作戦や、水上部隊出撃、ブーゲンビル島を機械戦で対抗しようとしたがかは、 上がらなかった、ブーゲンウィルト沖航空船。小詰めで来園した第二艦隊司令長官、栗田武雄中将を指揮官とする、遊撃部隊は、11月5日と11日のラバウル空襲で損害を受け、トラック諸島に引き上げる。遊撃部隊、第二水雷戦隊、司令官、高間艦少将、第十戦隊、司令官、大杉森和少将が去った後、 ラバウル方面に残留する主要水上部隊は、第三水雷戦隊、司令官、伊住院オ治ム少将だけとなり、11月19日付で、ブーゲンビル島沖海戦前後で名乗っていた、第二襲撃部隊という部署名称を、襲撃部隊に改めた。11月15日以降、第三水雷戦隊には新戦力として2水戦、所属の第31駆逐隊、司令、 香川わす大佐。同隊所属の駆逐艦長派は、ラバウルで、航行不能状態が編入されるが、主だった任務は戦闘ではなく、ブカ島や、ニューブリテン島中部などに対する輸送となっていた。11月17日未明、ブカ島の飛行場は、巡洋艦数席による砲撃を受けたと通報。実際にはこの時、駆逐艦が弾艦で、艦砲射撃を行っていただけだった。 それでも進行への警戒のため、第17師団、堺康市中将の一部である不評第81、連隊の残位を戦力強化のために部下島へ、緊急輸送することとなり、代わりに部下島にいた海軍航空隊の要員を交代させることを起とした。第一回輸送は吹雪型駆逐艦甘霧に、陸兵304名と、物件12トン、姉妹艦夕霧に、 陸兵292名と、物件11トン、六月型駆逐艦渦木に、陸兵279名と、物件11トンをそれぞれ搭載して輸送隊とした。これを、香川大佐の第31駆逐隊、駆逐艦大波、牧波が警戒隊として随行し、全体の指揮は香川大佐が取った。11月21日13時30分に、ラバウルを出撃し、 20時15分に部下島に到着する。ここで陸兵と輸送物件を降ろし、代わりに陸兵238名、海軍要員417名、捕虜2名を乗せて部下島を離れ、11月22日5時30分にラバウルに帰島した。この第一回輸送の動きをアメリカ側が察知していたかどうかは定かではないが、ともかく第一回輸送は全く妨害を受けることなく、 成功した。第2回輸送は、第1回輸送と同じ顔ぶれで行われ、11月24日13時30分に、ラバウルを出撃。輸送隊は雨切りに、陸兵291名と、海軍要員2名、物件12トンに、軍権15匹、夕切りに、陸兵303名と、海軍要員2名及び、物件10.4トン、うずに、 陸兵316名と、物件10.5トンをそれぞれ乗せ、輸送物件は、甲板上に搭載して、大発を栄光しながらの航行であった。20時49分に部下島に到着し、陸兵と輸送物件を下ろし引き上げ陸兵21名と、海軍要員688名、捕虜1名を収容する。警戒隊は、沖合で敵襲に備えていたが、22時24分に、 魚雷帝軍を発見して降戦し、これを追い払う。22時45分、収容を終えた輸送隊は、深島を離れ、警戒隊が輸送隊の3回里から4回里先を航行して、ラバウルに向かった。アメリカ軍がいつ日本側の動きを察知したのかは、定かではないが、11月24日の午後までには、第三艦隊の情報部が、東京急行の動きを察知し、 参謀は無線連絡でニュージョージア島との間にある地で燃料補給中の第23駆逐部隊を呼び出し以下のような指令を発した。参謀は再三にわたって31ノット出せると報告していたバーク大佐をからかうつもりでバークの名前の前に31ノットを付け加えて31ノットバークと命名して伝文を発信し31ノットバークは 以後バーク大佐の愛称として、広く知れ渡ることとなる。また、バーク大佐にとっても、この迎撃戦は一つの機会であった。これより遡ること約三ヶ月半前、バーク大佐は、ポエニ戦争でのシピをアフリケーナスの戦法に反を得て、日本海軍の野戦戦術に対抗できる戦法を練り上げていた。しかし、この戦法を引っ提げて、戦いに臨む前に、 一時的に駆逐艦から離れることとなってその機会を得なかった。直後に起こったベラワン野戦では公認のフレデリック・ムース・ブラガー中佐が爆退佐の戦術を理解して戦い干渉劇を収めた。ここに自ら考案した戦法を自ら駆使する機会が到来したのである。第23駆逐部隊は15時30分に白地を出撃して30ノットの速力で西方に 急する。ところが、全艦の給油が完了しないうちに指令を受けて出撃したため、稼働全力の出撃とはならなかった。また、攻撃に失敗した時に備えて魚雷帝軍を先行させた。警戒隊が22時24分に発見して、交戦した魚雷帝軍とは、この先回りしていた魚雷帝軍のことである。23時41分。 第23駆逐部隊中のバーク大佐時期卒の第45駆逐軍は警戒隊の2隻をレーダーで探知する。続いて23時56分、バーク大佐は指揮下のチャールズ・オース・バーン、ダイソン、クラクストンに警戒隊の速報から魚雷を発射させて期待する。後続のオースティン・中佐の第46駆逐軍は、こ合いを見計らって砲撃できるよう体制を完了している。 一方の警戒隊と輸送隊は、第23駆逐部隊に何だ気づくことなく、直進を続けていたが、輸送隊からは先行する、警戒隊の姿は全く見えなかった。11月25日0時2分、第45駆逐軍から発射された魚雷は、バーク大佐の計算した通りの魚雷の到達点に差し掛かった、警戒隊を襲い、3本が命中。 大波は0時6分に早くも沈没して巻波も約20度傾斜する。そこに第46駆逐軍が襲いかかり、集中砲火を浴びた巻波も一時頃に沈没していった。巻波は沈没寸前に魚雷を発射し、そのうちの一本はコンバースに命中したが不発だった。輸送隊を指揮していた山城大佐は前方に火柱が上がるのを見て、 おもかじに進路を取らせ戦闘配置を礼する。しかし、0時30分頃から第45、駆逐軍からの砲撃を受ける。円幕を張るなどをして、闘争を図るうちにうずきは正方へ飛退し、夕霧は、反撃に出て、発砲の先行を目標に、魚雷9本を発射する。魚雷は命中爆発したように見えたが、間もなく、集中砲火を受けた夕霧は、後部から沈み始め、 1>, 1時30分頃に沈没した。うずは、不発弾一発が命中したが大事なく、2時30分に、天霧と合同して5時30分に、ラバウルに帰投した。バーク大佐は2時5分頃まで、残敵相当を行っていたが、火が昇ってからのラバウルからの空襲を警戒して、引き上げた。この戦闘で日本側は、大型駆逐艦一隻合鎮魚雷艇二隻。 激沈一石撃破などの戦果を報じたが、実際の戦果はゼロだった。海戦後、以後第177潜水艦、百177と、以後第181潜水艦、百181遭難艦乗員の救助にあたり、百177は、夕霧の乗員及び便乗者278名を、百181は、同じく11名をそれぞれ救助した。 これとは別に、巻波乗員のうち28名は11月29日、カッターで、ニューブリ天島沿岸寸原地区に漂着して、救助された。それ以外、大波の乗員は、区逐艦長、吉川清仲裁下全員が戦死し、夕霧は、区逐艦長、尾辻周一詳細課155名と便乗者129名が、戦した。 戦死した吉川中佐はこれまでの選考が評価され、二階級、特進して少々に任せられた。バーク大佐は、後年、燃料補給が、あと15分遅れていたら、この回線は正規しなかったであろうと回想している。一方、駆逐隊司令仲間では、暗号が解読されていたとの噂が流れていた。この回線以後、駆逐艦による輸送作戦は、 アドミラルティ諸島や従前から行われていたニューブリテン島へのものに限られるようになった。一連の輸送にはラバウル航空隊からの戦闘機が護衛についていた。しかし、1944年に入る前後からラバウルの燃料不足が深刻となり、一時は駆逐艦をトラック諸島にすべて引き上げさせ、2月17日頃には再びラバウルに揃って進出させる予定だった。 ところが、その2月17日にトラック島空襲があり、同等配備の航空機は大損害を受ける。それに伴って、連合艦隊は、ラバウル所在の第11航空艦隊、司令長官、草勝富一中将、南東方面艦隊長官兼任に対し、トラックに航空戦力を集中するよう命令した。ラバウル航空隊は事実上その幕を閉じて、 トラックに撤退することとなった。第三水雷戦隊司令部は、航空援護なき輸送作戦は困難との判断に、達し、2月20日に行われた、六月型駆逐艦ゆうずきとみなずきによるガブブ地区への、輸送を最後に輸送作戦は取りやめられ、ゆうずきとみなずきも、輸送任務終了後は、ラバウルには戻らず、パラオに向かった。以降、ラバウルに駆逐艦以上の水上艦艇の姿を見る。 ことはなくなった。同20日、航空部隊地上要員約400名、第2航空センターや第751航空隊の基地員や整備員は、急南衛船、長浦、速力15ノット、812トン、輸送船、高ア丸、三港機船、1106トン、輸送船、高海丸、三井船舶、3871トンに分乗し、 クセンテ38号とクセン務艇ムテ48号に護衛されて、ラバウルを出発、パラオに向かった。21日夕刻、ニューギニア方面から飛来した B-25 総発爆撃機により輸送船2隻は撃沈され、クセンテ38号も損傷した。48号は生存者を乗せて、カビ園に向かった。一方、日本軍の水上兵力及び、 航空兵力の水尾を目の当たりにしたアメリカ海軍は、駆逐部隊に、ラバウルやカビエンなどへの艦砲射撃を行わせるようになった。バーク大佐指揮下の第23駆逐部隊は、ハルゼー提督の命令に従い、カビエンへの艦砲射撃や、ニューブリ天島周辺の海上交通遮断作戦を実施した。2月22日午前10時ろ。 フレッチャー級駆逐艦5隻の第23駆逐部隊は、カビエン近海で、長浦2 5ト、mm、ル機銃2丁、定員64名、便乗者約260名を発見し、これを撃沈した。生存者は日本、川資料14名、米軍資料75名。同日夕刻、第23駆逐部隊は、ラバウルから航空要員を乗せてトラックに向かう。 途中の布設計、夏島を発見し、これを撃沈した。この戦闘がソロモン及びビスマルク諸島水域における事実上最後の水上戦闘となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。